今日の食材はこいつだ。めちゃくちゃ美味しいアスパラガスを使った料理を伝授します。ぜひチェックしてください。まずはアスパラの皮を剥いていきます。アスパラの皮を丁寧に剥いていきます。バターでサザエを焼いていきます。バターが溶けた時にサザエを入れます。火力強で少し水入れます。これから卵のソースを作っていきます。さっきサザエをソテーした時の水分と卵黄を合わします。さっき卵黄とサザエの水分を合わせて、そこに少量の塩入れて、これから湯煎で攪拌していきます。で卵に火が入りすぎないように一旦あの火から離して滑らかにします。でもう少しとろみつけます。白ワインビネガーをちょっとだけで最後に合わせてください。これからアスパラガスをソテーしていきます。緑と白ではちょっと太さが違うので、先に白から途中で緑を足します。そこにシーアスパラも入れます。ちょっと塩分を足す感じ でちょっと塩します。でサザエを入れます。軽く水分を、ではいただきます。